えー、皆さんおはようございますということで、今日はですね、2018年の7月26日ですね。えー、今日はね、7月26日ということでね、えー、相模原障害者施設、えー、殺傷事件、上松聡氏の事件ですね。この事件をね、えー、の動画をね、えー、作ってましたけどもね、 えー、今日はね、このニュースも入ってきました。ちょっとご覧いただきましょうかね。オウム真理教の元信者13人全員の刑が執行されました。オウム元信者、豊田徹死刑囚、そして広瀬健一死刑囚、横山正人死刑囚の刑を執行し、これで13人全員の刑が執行されたことが分かりました。 死刑囚、13人全員の死刑を執行。ということですね。えー、オウム、真理教、元信者、13人全員が死刑執行されました。オウム元信者、トヨタ、ああ、わかんない。ちょっと、広瀬健一、えー、横山、武里かな。えー、死刑囚の刑を執行しこれ、これで13人全員の死刑執行されたことがわかりましたと。ね。 えー、この前もね、私、あの、動画作りましたけども、えー、オウムに関する事件はね、す、え、べ、ー、てやらせですからね、この死刑執行というのもね、えー、実際はね、えー、インチキですね、えー、死刑とかね、事件自体も、すべてがもう、作り物ですからね、えー、騙されてはいけませんね。 すべての事件。オウムが起こしたすべての事件。そしてこの死刑出向もね。す、え、べ、ー、てインチキですね。生きてますみんなね。うん、まあ、この今日ね、えー、同じ日ですよね。相模原の障害者、えー、施設殺傷事件ね。 えー、上松里氏の事件、これとオウムの事件ね、えー、被ってます。なぜ被ってるか、ね、皆さん多分、えー、メディアも言わないんでね、えー、多分、えー、検討がつかないかと思います。それでね、私、お教えしようかと思いますね、皆さんね。えー、なぜね、えー、今日、7月26日に、えー、こういう、えー、事件がね、 え、二つ、えー、起こったかっていうのはね、えー、やはりね、フリーメイソンリーに関係してます。えー、フリーメイソンリーのね、えー、ロンドンのグランドロッジ設立301周年記念日っていうのはね、えー、6月24日でしたね。えー、あ、ちょっと見えにくいかな。ちょっとアップしましょうかね。アップしましょうかね。 ええー、去年が300周年で、今年は301周年ですね。ええー、からね、33日後、ね、に、えー、残りのオウムの死刑囚、今回の死刑囚ですよね。これが執行されたと。えー、で、最初の7人ね、ええー、今年たちはね、ええー、松本千鶴ですよね、ええー、朝原昭子なんかは、 7月6日でしたね、えー。この日っていうのはね、13日後でした。6月24日からね、数えるとね。えー、こういう,うにね、計算機でするとね、出てきます。えー、33日後ですね。で、これは、えー、便宜上ね、えー、2018年にしてます。えー、301周年の2018年6月24日。ね、これから今日の えー、7月26日。えー、これをね、えー、差し引きします。差し引きするとね、この33。その日を含めますけどもね、その日を含めて、ね、計算すると、この33っていうのが出てきます。ね、33日後ですね。相模原のね、えー、障害者、福祉施設、 この殺傷事件、えー、これもね、えー、同じ33日後っていうことなんですよね。えー、2018年のね、えー、7月26日というのはね、えー、ちょっとオカルトズンスじゃないような感じがしますけども、こういうね、あの、イギリスのグランドロッジ、えー、これから、設立日からね、えー、33日後っていうのがね、 えー、やらせの数にね、絡んでるわけですね。えー、ちなみにね、皆さん、この、この顔ね、えー、覚えてますでしょうかえー、何月でしたかね ?6 月でしたかね ?6 月9日、ね、6 9の日にね、えー、東海道新幹線でね、えー、殺傷事件がありましたね。えぇ、ー、殺事件。 これも嫌らせなんですけどもね。この小島一郎でしたかね。顔を見てください。あの、帰り血がね、全然ついてません。ズボンにはついてたみたいですけどもね。60回近くさせてね、60回でしたかね、30回でしたかね、60回だったと思いますけども。顔にね、全然帰り血を浴びてません。メガネにもね、帰り血がついてません。これ逮捕直後ですからね、え。ー この顔を見ただけでやらせてわかるんですけどね。この人の、えー、事件が起こった、東海道新幹線のね、えー、起こった日付、えー、こういうのもね、えー、オリンピックとね、えー、関連してますね。関連付けられてます。えー、2020年東京オリンピックね、ね、えー。これ、フリーメイソンリーのね、えー、チェッカーボード。 チェスボード、シンボルですよね。えー、これフリーメイソンディーですよ、これ。ね。シンボルは。ね、見てください、これ。ここにもね、33競技って出てきてますね。これも339とかね。で、この開会式。開会式ですね。えー、2020年、えー、7月24日です。この日が開会式ですね。えー、この日をね、 えー、2020年の7月24日っていうのからね、えー、東海道新幹線のね、えー、事件発生日、これをね、差し引きします。するとね、どういう数字が出てくるか、ね。これを、ちょっと見てみましょうか、えー。こういうふうにね、数字を打ち込みます。2018年6月9日。まあ、これ自体もね、もう、オカルトなんですけどもね、69ですね。フリーメイソンリンの数なんですけども、 えー、それからね、オリンピックの2020年7月24日をね、差し引きします。その日を含めてね。すると、こういう数字が出てくるわけです。ね。777です。オーカルトのね、トリプルセブンですね。これが出てきます、ね。こういうのもね、全部、あの、計算されてます。ね。えー、事件をね、いつ起こすか。 ね、そういうのもね、あらかじめね、えー、準備してるわけですから、彼らはね。えー、オリンピックでもね、えー、まあ、おそらくね、えー、やらせのテロ事件とか、なんかそういう事件が、大きな事件がね、えー、やらせで起きると思いますね。もしかしたら新幹線も絡むかもしれませんね。えー、この777をね、マーキングするぐらいですから。 え、これ今日のニュースですね。7月26日、え、6時27分、6級ですね。6級のマーキングですね。東海道、東海道新幹線に防護装備、防護盾や対人ベストなど搭載、年内にも完了。ね。こういうふうにね、やらせ事件を自分たちで起こしといて、 それで、こういう対策を作っていきますね。オー,オーダーアウトオブケイヨースですね、えー。混沌からの秩序、混乱からの秩序ですね。新秩序を作っていくわけです。彼らに都合のいいね、えー、対策をしていきます。ま <laughs>、追加する医療器具。 ね医療、医療用具、ね、三角筋、止血パッド、ゴム手袋、油紙、ね。えー、ここにね、えー、人工知能も付け、あの、付け加えとった方がいいんじゃないでしょうかね。おそらくね、えー、オリンピック前後あ、オリンピック前でしょうかね。なんかにね、このやらせてろうね、えー、起こすと思います。東海道新幹線か、まあ、新幹線内。 東海道新幹線でしょうね。おそらくね。ええー、とね。そして、こういうふうにね。準備しておいたのでよかった。みたいなね。えー、そういうふうな話題に、えー、していくんではないかと思いますね。自分たちでね、事件をね、やらせ事件を作っといてね。 えー、防御品配備。ね。防御用の盾などを来月から順次配備することになりました。ね。えー、JR とかすべての新幹線ですからね。すべての新幹線に防御用の盾。ね。何に使うんでしょうね。こういうのね。え、ね、またやらせ事件をね、起こそうと思ってるんでしょうね。それでこういうふうにね。 えー、防御する盾などを用意してるんでしょう。ね。また起こりますよ、これね。えー、同じようなことが起こりますね。えー、それもまたやらせ事件ということなんですよね。えー、オリンピックっていうのはね、フリーメイソンリーの祭典ですからね。えー、ロゴもね、当然こういう風にね、えー、フリーメイソンリーっぽくなりますね。 これは、組一末門っていうんですか組一末門ね。えー、一末模様になってます。ね、これはもう、チェッカーデザインということでね。えー、思いっきりフリーメイソンリーの、えー、シンボルを使ってるっていうことですね。えー、いろんなところでね、この、えー、チェックのシンボルね。えー、チェッカーボードシンボルって言いますけどもね。 シェス版のシンボルですね。えー、ね、音楽業界なんかよーくこういうのね、マイケル・ジャクソンなんかもそうですね、これ。えー、床がね、えー、チェックボードのシンボルになってますけどもね。えー、これはね、フリーメイソンリー、イルミナ、イルミナーティーですね。これを、あこれの象徴ですね。これのシンボルですね。えー いろんなところで使われてますね。えー、ね、こういう服着てたりしますけども、ね。フリーメイソンリーですよっていうことを言ってますよ。ね。警察なんかでも、ね、あの、スコットランドヤードとか言いますけどもね。これもスコティッシュライトの、えー、に関,関係してますよね。なんでね、スコットランドヤードっていうのか。ね。 これっていうのはね、フリーメイソンリーと関係があるわけですね。なのでね、この帽子なんていうのはね、えー、白と黒のね、チェック柄が使われています。ね、日本の警察、パトカーなんかでもそうですよね、白と黒。ね、まあ、パトカーなんかね、えー、世界中いろいろありますけども、色がね、えー。まあ、こういう色は変わってもね、えー、チェックの柄になってたりしますね。 警察っていうのね、えー、ポリースっていうのも三十三数秘ですしね、えー。フリーメイソンリー組織ということなんですね。スコットランドヤードね。スコティッシュライト。これと関係してるわけです。えー、このね、チェック柄の、えー、床とかね、ありますけども、ね、背後にこの チェックのシンボルね。白と黒のチェックのシンボル。えー、これを見たらね、背後にはね、必ずフリーメイソンリーがいるっていうね、ことをね、えー、忘れないでくださいね。 えー、今日はね、そういう日なんでね、7月26日はね、えー、いろんな事件が起こります。ね、なかなか本来のね、えー、相模原の事件、こちらの方に、えー、なかなかたどり着けませんけども、えー、こういうニュースも流れてきました。ねえー、北京の米大使館前で爆発か、警官らが周辺を 風んとありますけどもね。ね。こういうのももうやらせです。これ合計してくださいね、えー。2018年7月26日15時22分っていうのをね、えー、合計するとね、36になりますね。えー、36というのはね、サブ6、18の666ですから、ね、えー。獣の印です。ね。半、えー、キリストをここにマーキングしてるわけですね。 えー、それからね、15時っていうのはね、えー、午後3時っていう意味でも取れますね。えと、ー、いうことはね、322ですね。スカールボーンズですね。えー、この322っていう数字もね、えー、よく使われます。まあ622ともね、322とも取れますけどもね。えー、まあフリーメソリの、えー、ロンドン、グランドロッジから33日後のやらせ事件。 ということなんですよね。えー、スカルボーンズはね、えー、イェール大学の、えー、秘密結社ですかね。えー、ブッシュとかね、えー、ケリーとかがいましたけどもね。えー、まあ、3人にですね。えー、この日にね、えー、いろいろ起こるわけです。えー、ウェストミンスター橋のテロ事件とかね。 えー、ベルギーでのね、ブリュッセルでのテロ事件、えー、これも、えー、3人に、3月22日でしたね、えー。発生した日がですね。まあこういうのもね、フリーメイソンリーの、えー、結社ですから。ね。やらせでやってるっていうのがね、わかるわけです。ね 彼らが背後にいるっていうことが分かるわけですよね。322っていうのはね、BBC もそうですね。BBC なんかでもね、えー、そうです。えー、322ね、えー。BB っていうのはね、えー、B っていうのは一番、ABC で言えば二番目ですよね、えー。3っていうのはね、ABC の C ですよね。順番からするとですね。 なので、ね、反対から読むとね、これ BBC ということになりますよね。6× かけ、3×22 はね、66にもなります。66っていうのはね、えー、フリ,メリーメイソン2の33の倍数にもなりますからね。えー、いろんなところでそういう、ね、数字が絡んできます。 えー、マックマスターのね、公認、えー、ジョン・ボルトン。ね、この人も AL に、えー、確か在籍してあったと思いますね。えー、高派で知られてますね。えー、昔ね、えー、戦国自衛隊っていうね、千葉新一の出てた映画がありましたけどもね。これの戦車。ね、戦車の番号を見てください、これね。えー、223ですけどもね、逆から読めばね、 322になりますね、えー。こういうふうにね、えー、マーキングしてます。322をね、スカルポンズの数字を、えー。こういうふうにね、えー、オカルトの数のね、意味がわからないとね、えー、世の中ね、何が起こっているのかね、えー、理解することはね、えー、不可能ですね。 えー、2016年の事件発生からですね、もう、えー、2年も経過したということでね、えー、またニュースもね、いろいろ事件前あの、発生日前にね、いろいろと上がってるようですね。たくさんたくさん上がってるようですけどもね、あの続報というやつですか。事件前になればね、 え、続報がいくつか上がってきます、まあ。一つ一つ見ていきたいんですけどもねえ、今日はそれはやめときますね。また今度、えー、したいと思います。え、今日はね、この事件、あの、やらせ事件ですけどもね、えー、なぜね、この、えー、2016年の7月、 26日にこのやらせ事件を起こしたのかとかね、えー、まあ、事件、事件のね、えー、報道で、えー、の中に見られるね、えー、オカルトのね、フリーメイソンリーのね、えー、シンボル、サインとかシンボルですね、えー、そういうのをね、あら、あのー、改めてね、えー、見ていきたいと思います。 えこれは、ウソペディアですね。あ、ごめんなさい。ウィキペディアですね。あれウソペディアってすぐ言ってしまいますからね。えー、ウィキペディアですね。これをちょっと見ていきましょうかね。えー、犯行当時ね、この植松聡、これ26歳ですね。えー、犯行日が7月の26の26ですよね。 26ですね。で、犯行当時26歳ですね。そして、施設入所者が、死亡者が19人の負傷者、ね、施設入所者と職員計26人と書いてますね。えー、報道を見とけばですね、えー、27人、負傷者が27人とかなってますけどもね、まあ、ウソペディアの方はね、26になってますね。 262626、えー、26 26ですね。えー、888にもなりますね。まあ、このね、えー、3つの26を見ただけでもね、えー、もう、これはおかしい事件だな、とね、えー、気づかれるかと思いますね。 こちらは TBS の、えー、ニュースですね。TBS ニュースですね、えー。こちらなんていうのはね、えー、やはり、えー、メディアほとんどそうなんですけども、19人を殺害し、27人に重軽傷を負わせたっていうことになってますね。ウィキペディアはね、26人なんですけども、えー、ほとんどのニュースウィードはね、えー、27人になってます。 えー、おそらくね、26、26っていうのは、うーんー、88になりますよね。2と6足して8ですから。この88をね、えー、マーキングしたかったんではないかと私は思いましたね。えー、88っていう数字はね、えー、この人になります。ね、ネオナチなんかはね、えー、88。ね、この、 8っていうのはね、ABCDEFGH で8番目ですよね。で、入るヒトラー、入、え、る、ー、ヒトラーっていうのはね、88っていうふうにね、ネオナチなんかはね、えー、使ってます。入、ね、るヒトラー、88ですね、えー。こちらなんかもそうですね、88使ってます。 ヒトラーを表す数字ですね。ヒトラーを表す数字として、88を使ってますね。なのでね、えー、こういうのをね、えー、マーキングしたかったんではないかと思います。2626、ねえー、26ってやつですね、えー。相模原の事件はね、優勢思想ですね。優れたものがね、生き延びる優勢思想。 えー、こういうのもね、えー、絡めてましたから、問題の中にね、えー、この88をね、えー、マーキングしたかったんだと思います。朝日新聞ですね、朝日新聞の、あのー、7月22日の配信ですね。えー、これなんかもね、よーくあの、配信、配信のね、えー、時刻、 時刻をね、見てください。ね。これ22日の17時30をね、これ足してみてください。17と35ですよね。えー、これっていうのもね、1と7で8、3と5で8になりますね。こういうふうにね、88をね、88をマーキングしてます。えー、こちらね、TBS ですね。TBS の でですか。相模原障害者殺傷事件から明日で2年です今も変わらない植松聡被告の差別的な主張。 記者に届いた手紙には、拘置所で描いたという絵も添えられていました。これは今年、JNN の記者に送られてきた、植松聡被告の絵です。新年を祝うカンツバキ数種類の色鉛筆を使って、精密に描かれた滝を登っていく。もうこういうの見てね、もう本当嘘だとわかりますよね。こんな綺麗にね。 かけますかあの、上松さと氏が。くっこい。そして、拘置所で出された食事。こうした絵とともに添えられた手紙には。ね、字なんかも綺麗ですよ、これね。まあまあ綺麗なんかな。どうかわかんないけど。差別的な主張が埋め尽くされていました。まあ、狂人というかね、えー、おかしな人間をね、演じてるわけですね。 狂気的な感じでね、凶暴な感じで、えー、そういう演出ですよね。私は、見てください、この字。わりかし達筆じゃないですかわりかし綺麗じゃないですか意思疎通の取れない人間を安楽死させるべきだと考えております。まあ、安楽死問題もこれ含んでますよね。 人の心を失っている人間を、私は、進出者と呼びます。何ですかねこの進出者っていうのはね。SSS でしょうか何でしょうかねおととし、神奈川県相模原市の障害者施設で、ね、オレンジマーキングです。19人を殺害し、27人に重軽傷を負わせたとして起訴された、植松被告。 去年、記者が拘置所で5回にわたって面会した際も、差別的な主張を繰り返しました。自分がやった行為は、もうこういう絵もね、なんか不気味な感じを醸し出してるわけですね。間違っていません。今も考えを変えることのない植松被告。ね、こういうふうに、問題児のキャラクターをね、設定しているわけですよ。 ね、こうやってに、に、にたーと、にやと笑ったりね。えー、猟奇的な犯人を、えー、演じるわけですね。今月20日に出版された手記などをまとめた本は議論を呼びました。えー、この開けられたパンドラの箱ですね。これなんかもね、開けられたパンドラの箱っていうふうにね、えー、 数比で調べると96っていうのが出てきますね。96っていうのもね、フリーメイソンリーの数ですね。障害のある子を持つ親などから出版中止を求める声が上がったのです。顔が見えないですね。本人かどうかわかりませんよ。上松これ昔の画像ですからね。のの差別的な考えが広まっていくことへの ね上松聡っていうのはね、海外にいるのか、国内にいるのかどうかわかりません。これじゃあね、こう、こう、ん交流されているかっていうのもわかりませんよね。作れますから、こういうの簡単に。えー、顔をね、全然見せようとしません。危機感などが理由でした。一方、出版社側は、 植松被告がどうやって今の思想を持つに至ったのか明らかにする必要があると出版の目的を説明しています。この本の中、こういうふうにね、やらせでもうかっていくわけですね、えー。たくさんの人がこんなね、やらせの本、やらせに基づいた事件の作り話の本をね、 えー、買うんじゃないでしょうか。本当と馬鹿げてますよね。中に、被害者家族の立場から意見を寄せた人がいます。小野隆さん。息子のかずやさんは、事件で戦死の境をさまよう重傷を負いました。ね、こういうふうに、えー、クライシスアクターなんですけどもね。 なんて言うんでしょうか。もう手段を選びませんね。誰だろうがね、障害者だろうが何だろうがね、えー、フリーメイソンリーは、えー、ね、目的のためにはね、手段を選ばずということでね、えー、こういう感じで、障害者も利用しますね。読んでもらって、エイマスがそういう、 人間なんだってことを理解して、こう、そういう人間はダメなんだってことを分かってもらえればいいと思っている。小野さんは、植松被告の考えに同調する人が出てくるのは怖いとしながらも、事実を知り、議論を重ねていくことが大切ではないかと話します。それぞれ皆さんで考えましょうっていうのはこの本の中にあると思うので、じゃあ、私も考え変えようとか、私ももっちゃっ そういう障害を持った人たちに対して、うん、もっと違う目でちゃんと見ようとかっていうふうになってくれれば、僕はありがたいなと思って。まあこの、小野隆さんかな、えー。クライシスアクターですけどもね。えー、息子の和也さん、ね。この人はね、重複障害者でしょうかね。まあ、 まあ、障害者っていうのはね、えー、変わらないんですけども、まあ、こういうのもね、えー、利用していきます。ね、手段は選べません。ね、他に、えー、こういう感じでね、えー、インタビューとか受けてる人全然いませんね。相変わらず名前も、まだ被害者の名前とかね、出てきません。出てくるのはこの人だけです。ねえー、あと何人かいますけども、 ま、ずっとこの人ばっかりですね。えー、他にも何人もね、26,7名いるわけですから、えー、インタビュー受ける人が出てもいいんですけども、えー、誰一人としてね、出てきません。ね、えー。怪我の後とかね、傷の、傷口を見せたりとかしてましたけどもね、ああいうのもね、えー、別の手術とか、えー、そういうので負った傷、 うんと思っても、と思っていいでしょうね。うんえー、作り手はね、えー、障害者を使って、えー、障害者のクライシスアクターを、えー、使うわけですけどもね、えー。こういうのを、こういう設定をされるとですね、なかなか、えー、これの、この事件をね、やらせというふうにはね、 なかなか突っ込みづらくなりますね、えー。相手はね、障害者ですから、障害者さんですからね、なかなか突っ込みづらいところがあります。ね、こういうところも、うん、考えて、えー、物語、ストーリーを作ってるわけですね。えー、もしね、やらせやらせって言うとね、えー、これが、この,この事件が、ね、やらせてないと思ってる人たちはね、えー、その人たちのあの、 感情を逆なでることになりますからね。そこで分断が起きます。ね。そういうのを利用してるわけですね。かなり汚い手を使うと思いますね。こういう,うに。まあ手段を選ばないということですからね。イルミナーティーをね。えー、このね、話題の本、開けられたパンドラの箱ですか。ね。これの出版元。ね。ザ、作るってありますよ。ザ、作る。ね。 えー、話をね、作ってます、さっき知ってね。えー、そういうところがね、えー、出版元なわけですね。えー、息子、和也さんが重傷を負った、えー、こちらの、えー、父親ですね、小野隆史。小野隆史さん、クライシスアクター。ね。この人の、マトリアで見てみますね。ジマトリアで見ると、 えー、シンプルジマトリアで、ね。113が出てきます。ね。113ね。11×3。ね。33になります。なのでね。この人がよく出てきてるのかもしれませんね。えー、こちら事件で重傷を負ったとされるね。この和也さん。ね。45、えー。足したら9ですね。4と5、9。えー 数比の方はね、ピタゴラスで39ですね。えぇ、ー、3区27、えぇ、ー、6、999の666ですね。えー、カルディアンの方になってるのね。えぇ、ー、37ですね。37ですね。777ですね。それから、えぇ、ー、おの。おのっていうのは19と17で絡みません。えー、カズ数や、数や、 カズヤの方はね、えー、22っていうのが出てきます。18ですね。カルディアンで18、666、えー、ピタゴラスで22ですね。11の倍数、えー、11、22、33、44なんかね、マスターナンバーですね。数字がね、絡んでます。えー、それから、コーチからのね、えー、上松里氏の手紙ですね。 えー、どうでしょうこの字、筆跡。ねえ、えー。昔、確かあの、えー、衆議院議長のね、大森忠盛でしたた森ですか忠森だったかな、えー、あちらに手紙を出してましたよね。そちらとね、見比べてみましょう。ね、こちらですけれども。ちょっとアップしてみましょう。 あ、衆議院議長のね、大島でしたね。大島忠盛ですね。見てください、この字。全然違いますよ。一石が。ねえ。比べてみてください、この字と。たった2年でね、こんだけ、えー、字が変わるでしょうか。えー、この服をね、見ても、えー、お分かりになるかと思いますけども。えー、ねえ。 チェックボードシンボルです。チェス版の、えー、シンボルですね、えー。オリンピックと一緒の柄ですね。チェック柄。ね、フリーメイソンにチェック柄、ねえー。こういうところでもね、えー、シンボルをマーキングしてますからね。えー、すぐやらせたっていうことがね、わかります。えー この、小野和也さんね、本人、自分自身がね、この事件のね、クライシスアクターとしてね、使われている、役者としてね、使われているということをね、ご存知なんでしょうかね。その辺はちょっとわかりませんけどもね、もし分かっていないんだとしたらね、こういう役をね、つけるのはね、非常にね、 卑劣なやり方だと思いますね。えー、いくら手段を選ばないと言ってもね、えー、限度がありますよね。えー、これはね、アルジャジーラからですけどもね、えー、このハンドサインね、えー、見たらすぐわかるかと思います。えー、666ですね。 こちらは産経新聞ですね。えー、相模原殺傷2年、明かせぬ実名、遺族のジレンマ、障害者への差別、消えぬ不安とありますね。えー、相模原市の障害者施設、津久井山ゆり園で平成28年、えー、2016年ですね。 えー、入所者19人が死殺されるなどした事件は26日で発生から2年になる。ね。この26日。ね。2016年ですよね。26日に発生したと。ね。この26日ですね。 えー、この事件がね、もうやらせてわかってる、えー、方たちへ、えー、お教えしますね。この26日、なぜ彼らがね、26日に、えー、このやらせ事件をね、えー、やったかというとですね、やっぱり数字が関係しています。ねえー、この前のオウムの事件でもね、えー、申し上げましたけどもね、えー これはですね、フリーメイソンリーの、あの、ロンドンのグランドローチですね。えー、これの設立と、あの、設立日、えー、これとね、関係しています、えー。事件がね、えー、発生したとされるね、日付、これ2016年7月26日ですね。えー、それからですね、えー、このフリーメイソンリーのね、 えー、設立日、ね。同じ年にしたとして、えー、6月24日ですから。ね。その年の6月24日から、この事件発生、えー、事件が発生したとされてね。その日付、2016年7月26日。これのね、えー、間隔ですよね。えー、これを、 何日あったか。ね。設立日から事件までが何日あったかっていうのをね。計算機に入れます。するとね。だって。結果が出ます。ね。何日後ですか、これ。その日を含めてね。33日後なんですよね。ね。 なので、えー、こういうやらせ事件を作ったわけです。ね。ここの33っていうね、数字はもう皆さん、あの、お分かりかと思います。もうご存知かと思います。ね、フリーメイソンリーの33です、これ。ね。使って、えー、秒から分、時間、ね。 いろいろ週とかも出てきます。ね。33日後ってことなんですよね。それでやったわけです。このやらせ事件をね、計画的に起こしたわけです。ね、これはね、フリーメイソンリーの シンボルマークですけど。こうね、33がマーキングされてますね。えー、ね、いつも言ってますけどもね、スコティッシュライトの最高回、フリーメイソンのスコティッシュライト、これの最高階ね、33回が最高階ですからね。えー、最上階は、トップは33回ということですね。 えー、ちなみにね、こちらは、えー、国連のシンボルですね。国連のシンボルですけどもね、これもね、えー、枠を数えるとね、えー、仕切られた枠を、えー、数えると合計すると33になりますね。えー、おまけにこのね、えー、この書いてる絵柄ですけどもね、えー これはフラットアースモデルですね。えー、地球は本当はね、えー、この国連のシンボルに書いているようにね、描かれているように、えー、丸ではないということですね。平ら、平らな、えー、形をした表面ですね。これが、えー、本当の地球の形ということになります。ね、正規法位図法ですかね、これね。 まあ、正確な地図はありませんけどもね、おそらくこういう形ではないかというふうにね、言われてます。